今年の静岡ホビーショーはいつもより1日早くスタートしました。その理由が小中高生を招待する日を設けたからなんです。招待されたのは県内の小学生3000人、中学生800人、高校生1400人。会場は子どもたちでいっぱいになりました。ちょっとだけ隙間が残るまで流しめる。特徴は展示だけでなく体験プログラムを用意したことです。中でもミニ四駆の制作体験は開始10分で席が埋まり、予約待ちの状況が続く人気ぶりです。来たことある？ないね、一回もありません。どうですか？すごく楽しいです。皆さんものすごく集中してますね。嬉しそうだったのが出展したメーカー側なんです。今行列ができてるんですけど、これどういうことですか？模型作りの体験ができる場所なんですけども、はい、地元焼津市の模型メーカー長谷川のブースで子どもたちが作っていたのは12分の1サイズの学校の机と椅子です。ああ、懐かしいです。こういう椅子使ってました。プラモデルになってるんですね。実際んですよ、見てるときはちょっと簡単かなって思ってたけど、やってみるとすごい難しい。ここまでにぎわってない、予想してましたよ。いや全然してなかったんで、急いで今椅子を増やしたり、はい、ニッパーを新しく出したり。椅子はどちらの椅子ですか？本当の椅子ですか？作る椅子ですか？本当の椅子を増やします。大盛り上がりの会場ですが、今回子どもたちを招待した背景には国内市場の縮小があります。趣味の多様化や少子化による子どもたちの模型離れに歯止めをかけるのが狙いです。プラモデル作ってない子どもは小学生で 75%。 僕らが想像した以上にひどいですね。子どもたちが危機として入ってくるから僕らも嬉しくなっちゃうね。会場には世界に誇る日本の模型技術の真骨頂が並びます。本物の花のように見えるこちらは全て紙でできているペーパークラフトです。紙ですか？これもそうですよ。本物みたいです。信じられない。こちらは静岡市の木製模型メーカーウッディ・ジョーが手掛けた全国の名城の数々。150分の1のサイズで精巧に作られたお城に子どもたちも興味津々です。欲しくなった？欲しくなった。欲しくなった。値段見てみて。16,000円。お母さんで買えるかな？買えない。模型の魅力は今の小中高生たちの心を捉えたのでしょうか？小中高生が今回来ることによって、模型メーカー、ホビーメーカーの未来というのは何か変わってくるでしょうか？変わらせなきゃいかんですね。ただ黙ってても、ね、大きくなりません。やっぱり世界を見て日本というのを見ないと独りよがりになっちゃいます。静岡ホビーショー、明日と明後日は業者向けの商談が行われ、土曜日曜は一般向けに公開されます。